今回は個人年金の論点についてお話ししたいと思いますまずは国民年金基金について説明していこうと思いますがはじめに年金の体系図から国民年金基金の位置づけを確認しておこうと思います国民年金基金は老齢厚生年金を受給することができない自営業者など 国民年金の第1号被保険者のための制度で、2回部分の話です。国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者と、国民年金の第1号被保険者に準じた扱いを受ける国民年金の任意加入被保険者が加入することができる制度で、加入は任意です。ただし、原則として任意に脱退することはできません。 また国民年金基金に加入するとこの後学習する国民年金の付加保険料は払えなくなります国民年金基金は口数単位で加入する制度で一口目は必ず終身年金を選択しなくてはいけませんまた無制限に何口も加入できるわけではなくて確定拠出年金の掛け金と合わせて月額6万8千円が 拠出限度額となっていますちなみに掛け金のの額は加入時の年齢や性別などによって決まりまりす課税関係については詳しくはタックスの分野で学習しますから2級から学習を始めている方は現段階ではきちんと理解する必要はありませんが一応国民年金基金の掛け金は全額社会保険料控除の対象となって 将来受け取る年金は雑所得となりますタックスの論点の学習が終われば復習してください次は付加年金について年金の体系図から付加年金の位置付けを確認しておきたいと思いますが実は付加年金という年金制度があってそれに保険料を支払っているわけではありませんこれは一号被保険者限定の 老齢基礎年金のの上乗せ給付でで部分の話ですから迷わないいようにしてください国民年金の第1号被保険者と国民年金の第1号被保険者に準じた扱いを受ける国民年金の任意加入被保険者は国民年金の保険料に加えて付加保険料を上乗せして支払うことで将来老齢基礎年金に上乗せして 付加年金を受給すすることができますただし国民年金基金に加入していると付加保険料を払うことはできませんから国民年金基金と付加年金はどちらか片方を選ぶと思ってくださいで付加年金の仕組みは単純で月額400円の掛け金を納めると将来の年金額が200円かける付加保険料納付月数だけ増額されます つまり物価の変動を考えなければ2年間生きると元が取れて4年間生きると払ったお金が倍になるというかなりすごい効率で運用することができる制度ですただし480か月付加保険料を納めてももらえるお金は年間9万6千円ですから金額は物足りないですちなみに老齢基礎年金を繰り上げたり繰り下げたりすると 付加年金の課税関係は国民年金や国民年金基金と同じで掛金は全額社会保険料控除の対象となって将来受け取る年金は雑所得となります2級から学習を始めている方はタックスの論点の学習が終われば復習してください 次は、財形年金貯蓄について。財形貯蓄は、労働者の給料から点引きで貯蓄を行う制度ですから、年金の体系図で言えば、2号被保険者の3階部分の話です。ただし、これは労働者の財産形成を応援するために、利子を非課税にして貯蓄を促す制度ですから、厳密に言えば年金の制度ではありません。 財形年金貯蓄は3種類ある財形貯蓄のうち60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした給与転引きによる貯蓄です契約時の年齢が満55歳未満で原則として5年以上積み立てをしなくてはいけないことのほか複数の金融機関と契約できないことや 一定のの積立限度額ががああることなどの注意点があります財形貯蓄の課税関係についてはこれは貯蓄ですからお金を預けた時には何ら税金のメリットはありませんそして利子が非課税になりますから将来年金を受け取ってもそれは年金形式で貯蓄を取り崩しているということで税金はかかりませんただし 目的外の払い出しを行うと利益に対して遡って税金がかかります利子にかかる税金についてはタックスの分野で財形貯蓄については金融資産運用の分野でおいおい詳しく説明したいと思いますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました